はい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 、どうもーどうもー、ありがとうございます。いや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 、どうも皆さん、こちらのインゼリープレゼンツ、はい、カプコン TV ステージも始まりますよー、はい、イエーイ。改めまして、はい、アメリカザリガニ平井でございます。おー、拍手。さあ、そしてこちらの方は、はい、10秒チャージでレボリューション、どうもゴージャスでーす。イエーイ、イエーイ、めっちゃこびてるめっちゃ張ってますよこれ、ほら、わ、お、お、すごいすごいすごい、インゼリーが、これからこれが基本スタイルとして頑張っていこうと思ってますんで、なるほどね、これね、はい、インゼリーは全くブレてないのに、ゴージャスはブレブレブレてるのかい。さあ、こんなやり取りで行っていきたいと思います。今反応を見てますよ。どうでしょうねこれ、はい、橋本さん客観的にどうですかね、この感じ。いや、いいんじゃないですかインゼリーを前面にインゼリーを前面にね、いいんですよこれで、ね、ありがたいです。お客さんももちろん10秒チャージといえばインゼリーですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにここのね、やり取り全く決めてなかったんでね、はい、すいませんね本当に。そんな感じで、ありがとうございます。はい、まあまあ、ここからですね、はい、僕と、はい、ゴージャスのこのチーム分かれまして、はいはいはい、でまあお客さんも込みで、込みで闘技場クエスト対決をしたいなと思っております。おお、はい、ね、で何でしょう、結構、はい、これ言いたかったんですけど、はい、お客さんがですね、たくさん集まっておられますので、はい、一歩ずつ前の方に行っていただければと思います。一歩ずつ前の方へお願いします。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。はい、す会場もお客さん結構増えましたね。いやいや、パンパンですよね。パンパンですね。すごいな、皆さんご協力ありがとうございます。ありがとうございます。どうしても言いたかったんですこれ。はい、やっと言えるようになったね、ゴージャス。そうですね、ね、うん、もうバン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 前の方にお越しください。はい、お願いします。ね、まあ向こうのねメインステージでは今、はいはい、素晴らしいこう狩りがねアーティストの方々が三落ちでしたけどね三落ちで、いやで裸で、裸はちょっと厳しいですね、マッキーさん、厳しかったですけど、難易度の高い感じで、はい、やっぱりねプレイされてましたけども、ね、はい、こちらはですね、はい、ほのぼの、はい、ハンティングライフ、ライフエンターテインメントハントみたいなものを見せたいと思っておりますんで、はい、すごいですね、はい、保険をかけすぎですよね、かなり保険確かに保険かけてる、ね、さあということでですね、はいはい、ショコラが今こちらのステージにいないということで、はいはいはい、どうやら会場内のどこかにどこかにショコラが行ってるということなんですが、中継がつながる、つながります、つながります、はい、それではお呼びしましょう、会場どっかにいるショコラちゃん、ショコラちゃん、ショコラです。会場めちゃくちゃ盛り上がってますよ。私今モンハン部コーナーに来ております。そしてですね、今回この方々に来ていただきました。どうぞ。こんにちは。はい、モンハン部ブース、モンハン部編集長の本山です。はい、モンハン部マネージャーの吉村遥と高宗あゆみです。ありがとうございます。ちょっとモンハン部コーナーの紹介を、うん、していただければなと思うんですけれども、はい、じゃあ私の方から簡単に、はい、モンハン部コーナーなんですけれども、後ろにありますゲッターズイーターさんの占いコーナー、ね、こちらね、非常に大人気の、ね、マスクでおなじみゲッターズイーターさんがね占っていただけるというコーナーです。はい、そしてこちらですね、モンハン部の壁、ね、モンハン部の壁といいまして、皆さんにですねモンハン部の物質の壁にですねいろいろ落書きをしていただこうということで、モンハンに対する熱い気持ちをね書いていただくというコーナーです。はい、はい、そして他に何やってるんでしょうか。はい、モンハン部コーナーではですね、うん、リアル仮会もありのいつもでしたら仮会になるんですけども、そこでチーム一丸となってクイズ問題を出しておりますので、うん、そこで優勝するとなんと豪華な景品がもらえます。はい、はい、抽選会があるんですよね。そうそう、抽選会もあるし、その抽選会で当たった方にいろんな豪華な商品があるので、うん、すごい大盛り上がりですね。そうですね、会場は正式にはモンハン部お楽しみ仮会ね。あらモンハン部お楽しみ仮会です。はい、とまあね、はい、いろいろてんこ盛りやっておりますけど大丈夫ですよ。はい、あと物販の方で、はいはい、これ
ティガレックス、これも買えちゃったりとか、あとですね、あ、こちら名古屋限定のキーホルダーですね。といえば名古屋といえば、はい、エビフリアだ。エビフライ、うん、そう、エビフリア、エビフリア、エビフリアだ、エビフリアです。あと、とか、まだあるね。まだあります。じゃん、これ東京会場で、大人気、東京会場で売り切れた、うん、オリジナルキャンディーです。ね、レアが1個入ってる。これリアはもう公開していますか？まだだよ、食べちゃおう。後で入ってるよ。あと、ほう、なんだこれ、割り、ちょっと読めない。割りしみチョコせんべい、チョコせんべい、レモン風味です。ほう、セルレギオスのパッケージですね。はい、これちょっと開けてみます。食べてみましょう、ね、食べましょうか。お、眩しい、おー、眩しい。セルレギオスの、セルレギオスから、セルレギオスだ。ちょっと開けよう、開けよう。なになにこれ、ほうほう、あ、セルレギオスの鱗っぽい感じですね。すごい、想像してた感じと全然違う。はい、はい、じゃあいただいてみましょうか、みんなね。いただきます。いただきます。なんかチョココーティングされてますね。うん、あのね、染み込ませてるんだって、チョコを、うん、神戸せんべいに、うん、レモン風味、さっぱりしてる、うん、あとごま、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 うん、ごまとレモンがすごい合う。うん、何これ、こんなに合うものだったんだ、うん、これいいですね。 お土産にぜひ、うん、想像以上に美味しいです、うん、うん、そうだね。あのチョコレートのレモン風味ってちょっとね、新しいね、びっくりしたけどすごい美味しかった。うん、うん、ぜひ食べていただければと。美味しい、食べる味なのでぜひ試してください。はい、うん、ということで、今もぐもぐ言ってますけども、ということで、モンハンブコーナーの紹介でした。お返しします。いや帰ってきましたね。マイクフォローしてあげて。どっかおるやろ、マイクフォロー。あの真ん中ぐらいです、会場、ね、楽しさが伝わってきましたからね。でもね、いやいや、もうお客さんがクスクス笑ってはったの、ね、真ん中の2人全然声聞こえへん言うてね、ほんまに。はい、帰ってきたらちょっと、そうですね、反省会ですね。反省会ですね。これショコラほんまにちょっと可愛いからって、ね、アップにも耐えられました ね。いやほんまやね、高いから。あのキャンディー、はい、あ、ありましたね。レアって言ってたのは、はい、天輪のマークがのキャンディーも入ってて、ほう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 、それがレアなんで。なるほど、いっぱいある中で探してもらえば。あ、いいですね。東京会場で売り切れたので、あら、いやいや、じゃあお早めにということで、ぜひお早めに、ぜひ買っていただければと思います、はい、ということなんで、ぜひあの皆さんね、まだ財布に余裕があるという方は、そこ、カバンのね、カバンのね、そうです、も関係しますからね。ね、カバンに余裕がある、財布に余裕がある、気持ちに余裕のある方は、はい、飴を購入していただけたらと思っております。はい、さあ、こんなトークはもういいですね。はい、そうですね。さあ、10秒チャージしていきましょう。そうですね。改めまして、橋本さん、はい、よろしくお願いします。はいはい。まずはですね、闘技場クエストの、はい、ガララアジャラアシュ、討伐に行きたいと思います。はい、なるほどね。はい、前回はゴージャさん勝ったんですよ。東京会場では私が、あの優秀な、はい、お客さんを連れてきまして、すんごいうまい、ね、めちゃめちゃガチ勢が来まして、いやいや、はい、いや、私もね、来ていただいたのすごい優秀だったんです。そうですね、優秀ですよね。はい、ただ僕はハンマーを使ったあまりに。ねえ、はい、ずっと皆さんはハンマー使わないんですもんね。ハンマー使わないね。重いでしょ。そう、重いでしょ。重いですね。やっぱ軽めの方が好きなんですね。僕も使ったことない双剣をですね、使っ、はいはい、なんかそのガチ勢の方が、さ、ね、双剣、ダブル双剣でいきましょうよっつって、あ、なるほど、ね、手数がやっぱ出て勝てたというところもありましたからね、はいはい、うん、そこはチームワークでございます ね、 ね、はいはいはい、じゃあそれで、はい、ちょっと対決しましょうか。そうですね。ただ今回負けませんよ。お、はい、平井さんが絶対負けない。芸人の顔から男の顔に。41歳、平井です。結構長く、うん、さあ、それではですね、こちらのカプコン TV ステージへご来場いただいている中から、はい、アメザリ平井チーム、お、ゴージャさんチームにそれぞれお一人ずつ、一人ずつ選ばせていただきまして、うん、タイムアタック戦を行います。大丈夫ですか？大丈夫ですね、はい、それでは早速ですが、まず、はい、平井さんと一緒にチームを組みたいという方、挙手お願いします。おー、おー、いるぞ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 ー、おー、いるぞ
これ手を挙げるってことはやっぱそのガチ勢ですからね、もうね。これ何歳以上とかあんの？あ、そうです、あの申し訳ないです、あの20歳以上の方で。あら、20歳以上お願いしますね。はい、20歳以上で。そこの男性の方は髪の毛がこうブルーの黒のモワモワの、そうそう、あ、髪の毛がブルーの黒のそうです髪の毛があって、奇抜な人、髪の毛があって服を着ている人それみんなですよ20歳超えてます？ああ、もう全然、はい、ぜひ。おお、一応いかがですかね、クイッと。いや、行きましょう行きましょう。こちらのスタッフの方でまずあの同意書の方を書いていただければと思います。同意書、はい、あ、お兄さん。続きまして、ゴージャスさんと一緒にチーム組みたいという方は挙手お願いします。いやいや、ブーじゃないちょっと待ってください、僕本当に真面目な感じ で、ね、ちょっとまたあれですか、ちょっと一回見てきていいですか。あ、どうぞ。いいですよ。あのね、皆さんゴージャスが近くに行くんでわーってならないようにして、もうみんなわーって行っちゃうんで、ついついやっぱりわーって行っちゃうんでねわーわあれあれあれ、そんなにわー感がならへんなー。あれ、確か有名な芸能人というお話はお聞きしてあれ自ら煽る始末、すごい。さあ、ゴージャスさんと行きたいという方手を挙げておいてくださいよ。ゴージャスが人の上を歩いている。ランランララララン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 、あのもの紫の衣、こら、はよせどこまで行くの。あれ、よう見えたんです。女性で、ちょっと待って、手上げてなかったんちゃう。女、上げた、上げてた、上げてた、手上げてました。上げてないでしょ上げてました。OKOK、いきます。はい、じゃあこちらの手を挙げてるスタッフの方の、はい、ステージ左手ですね、そちらお願いします。大丈夫強引やないお前嫁探ししてんちゃうぞあ、嫁おんのどんな顔してんの。同じようなメイクしてあんの。逆側に星マークついてるとか。宇宙海賊ですからね。宇宙海賊、今度ハイレグみたいなやつ猛烈猛烈なの。んん、どうなの。ん、一体どうなんだい、早く答えなさい、ゴージャスさん。あれ本物ですか嫌いでした、はい、あ、すみません。はい、あ、どうもお兄さんですね。じゃあ、平井さんチーム、さあ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 、じゃあちょっとお聞きしましょうかね。ハンターネームあります？ハンターネーム、カイトですね。カイトさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにどれぐらいやってあります、ハンターランクとかは。270きた。270センチですよこれ。センチじゃないハンターランクです。270、結構じゃあもうベテランな感じで。まあ、ぼちぼちですね。おお、得意な武器とかあります？ガンランス。おお、なるほど、ガンランスね。なるほど。どうします、ガンランスでいきます。いや、ちょっと待ってくれや使わへん言うてるわな使うてもランスや、ほんまにずっと構えてん、盾攻撃一切しないし、はいはい、ではもう頑張ってもらいましょう、はい、よろしくお願いしま す, いします。はい、ではゴージャスチームの方、こちら、こちらですね、はい、はい、じゃあこちら女性をね、女性ですね、華やかに彩ろうと思いまして。いやいや、華やかやがな、ほんまに、どうもこんにちは。こんにちは。ハンターネーム的なものを聞いてもいいですか。メダカです。メダカさん、ほらメダカさん、ね、絶滅しそうやな。違いますよね。あれ、名字は池野じゃないですね。いや、おかしいやろ、はい、それちっちゃおっさん。あれ、モンハンやってますよね。やってます。あと、ハンターランクとかは聞いてもいいですか。300ぐらいです。おぉ、ガチでやったー。ちょっとどうする、やばいでこれお前どうするよ。おぉ、すごい。あかんで、あんなおんねん、おんねん、あんなおんねんじゃあ、武器とか何使ってらっしゃいます。武器、スラッシュアックス。スラッシュアックス、おぉ僕もスラッシュアックス。奇遇だな。杖とかじゃないの。杖ってか傘とかないわ、そんなコンビニの傘で、ほぼコンビニの傘。じゃあちょっと、いいんじゃないですか、うん、はい、これは楽しみなんだよね。いやいや、ちょっと待ってくださいよ、これガチでいきますからね。ガチでいきましょう、はい。スラッシュアックスあるかな。でもありましたっけ。ないです。ないんだよね。チャージアックスなら。チャージアックスになっちゃう。はい、他使える。片手なら。片手ないんですないのかーい。双剣しかない。双剣しかない、うん、チャージアックス双剣いける。わかんない、どうだろう。
まあ、まあ、ちょっとね、はい、でも後で選んでみましょうか、はい、じゃあ早速準備の方いきたいと思います、はい、よし準備しましょう、はい、はいはい、この後ゴージャスは一体どうなるのか、あれ本物、あ僕がこっち、あ辻、はい、そうですね、辻 P が座ってた席ですね、はい、地球儀邪魔やわこっち後ろ、あそこよく、ね、避けてくれよ、定位置がそこに、地球儀邪魔やったわ、はい、大丈夫ですか、はい、今も受注はされてるので、はい、そのまま中の方に入って出発、はい、とりあえず出発してください、 LL じゃないんだね、ちょっとね、そうなんです、初期型 3DS なので、うん、ちょっとやりづらいかもしれません、 それを理由にもできるし、な何 LL ってブラザーズのことLL ブラザーズ、さあじゃあこれでとりあえず出発していただいて大丈夫です、はい、クエストに出発し押しまーす、ポチッとな、はい、はまだですね、はい、クエストに出発します。で、まずはブッキーの方の選択ですね。はい、お願いします。ポチッとな。ブッキーか、ブッキー。絶対負けんからな。いやいや、すげえな、圧が。先輩の圧。さあ、ハンマー双剣、狩猟笛、チャージアックス、弓。これはどうですか？そうですね。どれが使えそうですか？双剣ですね。なるほど。双剣。これちょっとみんな双剣になっちゃう。いや、僕チャージアックス。あら。あー。チャージアックスで。わかりました。いいかな。大丈夫かな。大丈夫ですか？そこの二人のコミュニケーション。いや、いやなんちゃう、ほんまは。使い慣れてる方がやっぱり、ま、ね。じゃあ僕も選びますよ。ちょっと待ってね。そっちはまずですよ。はい。もう OK ですかね。ちょっと、はい、ちょっと本気。うわ。あら。インコか、何やこれ、行きましょうか、帰ってきた大丈夫、違う、動かへん、動かへん、もう死んでます、死んでいや、やめろやめろ、小道具、あーショコラちゃん帰ってきた、あーショコラちゃん、ショコラちゃん帰ってきました、今から平井さん負けるとこ見てくださいね、平井さんハンマーですよね、もうマジで言ってんの、双剣やって、あ双剣なんだ、そうなん、あかんあかんあかん、はい、それでは準備が整ったみたいですのでクエストに参りたいと思います、はい、スタートは私がカプコン TV で一狩りと言いますので、はい、皆さんで行こうぜと、行こうぜと、はい、そうですね、お客さんもお願いします、お願いします、けたたましくお願いしますね、はい、準備よろしいですか、けたたましく、大丈夫ですかね、けたたましく、行きますよ、はい、カプコン TV でひとがり行こうぜ、ガチガリガチガリ、さあガララジャラ、ちょっとやめろやめろさあ行くぞ、あ、ちょっとここでちゃんとさあ、よっしゃ行こう、ほらこちらはゴージャスさんの画面ですね、チャージアップ、肉食うたのかい、よし肉食うたのかい、中ちゃん行きましょう、ほらそりゃー、さあ、中入っていきました、さあ、落ち着いて、女性の方ですね、行ったらんかい、こらゴージャスさんチームは、ハタレメダカさんという方ですね、あ、使ってる、はい、あかん、めっちゃ怒ってる、めっちゃ乗るか乗るか、さあ、かゴージャスさん、チャージアックスをちゃんと使えるのかというところですねこれ、貯めなきゃいけないんですよね、貯めなきゃいけないですね、めっちゃ尻餅ついてる、お、いいじゃないですか、お、いいですよ、なかなか、うん、お、赤になりましたね、貯めたいですね、スルッと抜けよう、スルッと、貯めないですね、貯めないと弾かれますよ、貯めないと、RA、RA かな、大丈夫かな、あ、違いましたね、めっちゃうるさい、痛い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 、あ、これ危ない、危ないパターン、危ないパターン、今打たないで、あーなっちゃいますよね、そうなっちゃいますよね、とりあえず溜めますか、溜めないと弾かれちゃいますね、これね、まだ助かる、逃げろ、メダカちゃんよろしく、あれ、あー、ありがとう、今やっぱりあれ、あ、メダカさんすごいですね、うん、ガチで、ランブで今、ガチで、今のうちに、今のうちに、ちょっと溜めるまで見ます、ちょっと待って、溜めれないですね、これ危ないですか、ああ大丈夫だ、浮かされてます、サクッと溜まるかな、よっしゃい、溜めないと弾かれますよ、うん、それ溜まってないですねこれ溜めないとやっぱダメなんですか、これ、そうなんですよね溜めそこで、あれ RX?
慣れてない武器だと RX かな、あ、違うな、やっぱ RA だな、ね、RA で溜まるはずなんですけどねやばいよ、やばい、あ、これちょっと危ない、大丈夫、ピンチ、ピンチ、まだ助かる、あ、ピンチ、大丈夫、まだ助かる、お客さん大丈夫さあ、これちょっとなかなか溜まらないようなので平井さんの画面いきますか。何、溜まる溜まらへんって何、いや、ちょっといろいろあるんです、そこなるほど、いろいろある、はい、平井さんちょっと今回すごいいい感じですよ、お、双剣、はい、お、なかなかいいですね、やった、溜まってるでしょこれ、無駄乱舞、今溜まってる、無駄に乱舞下がろう、溜まってるでしょ俺、ゴージャさん溜まってますわ、それ今 3, 3まで3、もう溜まってます、あ、溜まってますね、溜まってますね、よかったよかったよかった、乗りましたね、おめでとうございます、あ、お、乗ってますね、乗りに乗っております、お、いいですね、チャンスですよ、いいいいいいよ、待ってるよ、やばい、またまた入ってしまった、お、頑張ってる頑張ってる、平井さん双剣は使えるんですか、双剣の方がまだいけるかな、あ、そうなんだ、お、うまい、うん、乗ろうじゃないか、さあ、鬼人強化状態で、あ、またランブを、で、またゲージを溜めていくと、うん、いいですね、がっちりゲージを貯めないと、お、爆弾、危ない、怖い怖い怖い、あ、2人とも双剣なのか、双剣双剣ですね、平井チームは、あ、これで、そっか、今ちょうど拘束されてますね、あ、やばい、これを攻撃チャンスと、チャンス、あ、なかなかうまくはいかない、どこにいるの、メダカちゃん乗りたいですね、でもね、あ、無駄、無駄打ち多い、無駄打ち多い、無駄打ち痛い、いつの間にか痛い、しっかり攻撃食らってるな、前回よりは攻撃にしてますね、平井さん、そうですね、なんか一安心、一安心なんかほら、参加してるでしょ、参加してるでしょ、なんかやってるっぽい、ハンティングにやってる感出てます、怖いよ、うん、これでも食らえ、うん、あれ、本物の方あ、いいですよ、よっしゃー、早い、平井チーム早かった、じゃあ、ゴージャスさんチームいきますか、ちょっと今回ゴージャスさんがかなりピンチじゃないですか、あ、カラダメですね、今、あ、いや、でも今、あいつは何やってるんだろうね、そんなのわからないなり、そうか、お前にもわからない、わからないなりよゴージャス、ゴージャス嘘だろ、頑張り、平井さんが壊れた、双剣の職場になったのか、お前はキャベツでも食っておきそう、嘘だろ、違うんですよ、皆さん、メダカさんがかわいそうだわ、いやいやいや、あメダカさん、ね、せっかく来たのに、ね、飴玉あげるからねメダカさんかわいそうだわさあ、いいよ、頑張れ、ちょっとゴージャスさんにはあれですね、うん、超高出力属性解放切りとか打ってほしいんですけどね、まあね、見せ場ね、見せ場欲しいね、最後それでとどめ、いや大丈夫そこ切れてんの本当にいや、もうなくなっちゃったまた溜めないと、大丈夫、なんか全治北京師匠みたいな、ちょっとまた空だめしてますよ今あのなちょっと待って、拘束された、ここで拘束された中でギューになってるやん、小屋市がお、よかったやん、ちょっと待って、あれおかしいな、なんだろう、メダカさんのおかげちゃう今いや僕小屋市やったからですよ、メダカさん頑張ってる、メダカさん頑張ってますよ、大丈夫ですよ、ほら頑張っ、メダカさん頑張れ、頑張れメダカさん。あれ、たまんない。ゴージャさん、たまってません今。まだあげ。ゴージャさん、あの、溜めてもうていいですか。今さっきもうちょっと攻撃して、そうですよね、色変わるまで。そうそう。ほら、周りでほら、メダカさんが頑張ってるから。見えない見えない。ああああああ。すごいとこいますね。とぐろ巻かれ、とぐろ巻かれとる。ようあんなとこにずっとおるな。オッケーオッケー。あんな狭いワンルームに。いや、うちワンルームじゃねえわ。あれ、ワンルームちゃうの。ほんまに全然たまりません、いやいやいや、何してんのまずは攻撃です、あー、あメダカさんが乗った、あーメダカさん、もう今やもうボッとしとき OK
景色見ときも景色。さすがやメダカさん。わあ乗ってまんな。乗ってますな。メダカさん乗ってまんな。よし。そして最後俺がとどめさす。ああ。いいよ。しました。いい大丈夫。メダカもメダカであかんか。いやいやいやいけるいける。ちょっと待って。見事に食らってますよ今。おかしい。あなたについていくのをもうやめます。やめろ。やめます。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。うわなんか違う。今日の朝思ってたのと違うようになってる。あやばい。あ危ない。やばい。ダメよ。ダメ。ダメよ。それ俺じゃない。それ俺じゃない。ダメよ。ダメ。ダメよ。ダメ。あ大丈夫そうですかね。助かった。すいませんちょっと混んできましたので。前の方にお客様、ね、一歩ずつ前の方へお願いいたします。すいません。すいません。はい、こちらのステージですね。あのゴージャスさんの初めての狩りという、コーナーでございます。初めてのチャージアックスですかね。ほら、ああやった。メダカさんのおかげで。いやー。メダカさんのおかげでなんとか。メダカさん一人でね買ったような。はい。ちょっとどうした右手。今日朝。うん。新幹線のドアに挟まれて骨折してたの忘れてたんですよ、ね、嘘つけあんな挟まれへんわあんなとこに粉砕骨折の方粉砕骨折家帰れもういたてて、はい、ほらそんなはい、では両チームの方前の方へお願いしまーすいやーあすごいすごいわはい S ランク行きましたねいや前の方へお願いしまーすじゃあ前の方にいやまさかやっぱじゃあこの二人ちゃうわ、うん、このままこっちではいゴージャスさんはね、はい、そのままそのまま名古屋駅の方にやだタクシー呼んでくださいまあ違うバカ野郎はーいいや僅差でしたけどもいやいやどこが僅差めっちゃ暇やったよね暇でしたねいやゴージャスさん最初もうちょっとできる武器なかったんですいや違う最初あんなに緊張してたのにもう全然冒険にすべきでしたかねやっぱどうですかねはいやっぱりその前回の平井さんだったような気がするなんか空を打ってた空を打ってましたね空を打って、はい、まあまあねいや癖のあるモンスターですからうんまあ無理うわー悔しいなね思った以上にね前回は僕後輩だったからそんなこと言わなかったんですよ何やな何ですかなんか文句あります見てくださいこのお客さんのしれーっとした雰囲気うわーなんかあれでも大体いつもこんな感じだから慣れてる慣れるな慣れるなそこにほんまに、はい、いやーでも、はい、ごめんなさいねなんかねそれでは結果発表はい一応いきたいと思います、はい、平井チーム4分21秒イエーイ S ランクですよ素晴らしい S ランクすごい、はい、行きましたねよかったでゴージャスチーム、はい、8分18秒ですお何してたん何してたんちょっとあの蜂蜜を取ってましたどこにあるの蜂蜜頭おかしなっとるかなみんな知ってたいや蜂蜜は知ってるわ何ランクですかえ B じゃないですか確か、ね、いや、分からないですノーランクノーランクいや、もうちょっともう一回やりたいもう一回やりようもう一回やりましょうもう一回ねもうちょっとそれは考えます、はい、お時間の考えましょうそうですね、はいはい、ということで、参加していただいたお二人、はい、じゃあ、戻ってもらえますかねいや、その前にですね、はい、その前に参加していただいたので、はい、勝利したチームには、10秒チャージインゼリーとカプコン TV 特製サイン入りポスターをプレゼントしますおめでとうございますもらえんねんて、これねえ持ってきサイン入りのポスターもあるのこれもはいサイン入りはあの平井さんとショコラちゃんとゴージャスさんのサインが入ってます、うん、じゃこちらはい、惜しくも負けたチームにはインゼリーはインゼリーだけはい差し上げますのでインゼリーとあの宇宙海賊キャンディーをあげる宇宙海賊キャンディ ー, ディーね普通のキャンディーじゃないですか苦味を甘みに変えて配り、ね、はいではご参加いただいたハンターさんありがとうございましたありがとう下の方へ、うん、気をつけて足元お気をつけください配ってやいやー双剣にしとけばよかったやっぱりちょっとチャージアックス使い慣れてなかったですねそうですよそう僕なんか
ちょっと使えるかなと思ってたら慣れてない ね、武器なんか使うかそういうことになるやろ。あなたに言われたくないですよ、海賊、一人海賊が一人海賊あなた前回ハンマーで揃えだったじゃないですか。そうや、その気持ちがすごい分かった勉強したん勉強したんや。はい、一人上がっちゃってやる時の時間って本当に長いですね。長い長いよそんなもん、ほんまに、ね、焦るしかない。そうよさあそれではもう一笛、はい、おー行きますか。いきたいと思います。はい、次はですね、はい、同じく闘技場のバケザメとトラザメ討伐。ミト、はい、ミト、きついんじゃないですか。ザボはザボアシューですね、うん、はい、ザボザボちゃん、はい、ザボタン。これはスラッシュアクセあるのかな。これなんだったかな、ね、ちょっと後で見ましょう。はい、はい、はい、またこちらのカプコン TV ステージに、はい、来ていただいている中から平井チーム1人、ゴージャスチーム1人選ばせていただきますので、はい、まずは平井チームになりたいという方挙手お願いします。ザボザボちゃん、インゼリーもらいますよ。インゼリー、インゼリーで釣る感じですかこれ。成人している方です。成人だけ、20歳以上で平井さんとチームになりたいという方手を挙げてください。あの女性の方いてはるで、女性いますよ。おったよ、あのマスクしてね、あの生主さんかな、はい、あの方は違う、違いますよ。マスクされてるあの女性のね、はい、この辺で髪の毛がこう左右に分かれちゃったのかな。じゃあ、はい、大丈夫ですか。そう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 、はい、あの方にしましょう。はい、じゃあ、ステージ左の手を挙げてスタッフの方までお願いします。女性ハンターね、ちょっとお借りしますわ。あれ違う、あれザワチンじゃないですか。ザワチンか、ザワチンじゃないですか。あれどうする、トイレ行く。その前にトイレ、こっちに、はい、あっちにね、お願いします。遠回り、すごい回って、うわすごい、すいません、ね、めっちゃ待って、めっちゃ待って、ものすごま負けないで、もう少し最後まで走り抜けてみたいな感じになってますけど、すごい、はい、はい、続きまして、はい、ゴージャスさんとチーム組みたいという方挙手お願いします。負けられないんだ。よし、さっき僕女性いたから男性にしようかな、うん、そうですよ。さあ20歳以上で、20歳以上、20歳以上参加したいという方挙手お願いします。センターの君、おお、まんまえ、もう君彼が最前列の、すぐ来れるし、いいですね、ね、いいです、いいです。お、シュッとしてるし、はい、あっちの方から、はい、ちょっとね、はい、はい、生配信もやっておりますので、はい、そうでございます。同意書を書いていただくと ね、あ、同意書ね、映っても大丈夫なように、そうです。なるほど。そういうのも言わな、次は負けられない。まあ負けられないですね。2頭、2頭か。2頭なんと。きついですよ、あ、どうも、結構。あ、どうもどうも。あ、どうもどうも。マスク触ってんじゃない。マスク外されたあるかな。うん。いや、緊張する。これみんな見てますから。そうですね。このプレッシャーかけてる。みんなプラスネットで流れてるから。そうですね。世界に通じてるこれは。緊張しちゃダメですよ。ちょっと待って。はい、どんなプレッシャーかけてんのお前。僕が勝つためだったら何でもやる。ほらお前トラウマになってまうわほんまに。むちゃくちゃやでほんま。さあじゃあ、はい、ハンターネームと、うん、ハンターランク聞きましょうか。じゃあハンターネーム、まあ本名でもいいんですけどもね、ハンターネームの方お願いします。ゆいまーる、ゆいまーるさん、ゆいまーるさん、なんかなんやろその南米チックな感じ、ね、なるほど。ハンターランクはいくつですか。140ぐらい、まだ全然です。いや140全然ですよ。全然あの平井さんより上ですからね、うん、そう全然僕より上ですから、ね、あのなんか得意な武器とかあります。いつも双剣使ってます。おー、あーなるほど、双剣あるといいな。これ双剣あったかな。じゃあこれいけるんじゃないます。双剣じゃなかった場合どうします。なんかある、次に得意な。あ、笛ね、あ、じゃあもう完全にサポートしたり、なるほどなるほど、良いですね、いいですね、はい、じゃあゴジャスさんチームのハンターさん来ていただきました。最前列の方、はーい、こんにちは。ハンターネームはあの女性キャラですけど、はい、アリサ、アリサ、はい、アリサ、はい、あ、女性、いますか、これいるってそうですね、普通にね。え、ハンターランクは980です。めっちゃやってるだな。980ですって。980、これはもう来たでまた、これはすごいことですね。武器はもう大体何でも使える感じですか。一番使うのは双剣と双中棍。双剣と双中棍、あ、なるほど、絶対あるでしょう。これどっちかありそうですね。絶対ある。じゃあもう勝ちということでいいですか。いや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 無理や、無理や、あかんかん。これはやっぱ人選もね、やっぱ感じますよね。400って何、ここの引きも大事ですからね。いや、でも、はい、それを僕がね、2倍、3倍にするか、2分の1、3分の1にするか分かりませんからね。なるほどね、はい、うん、じゃ あ、 の、はい、早速準備の方に入りたいと思いますので、ね、はい、はい、お願いします、はい、じゃあ、こちら、
ゆいまーるさん。ゆいまーるさん。ゆいちゃんね。ゆいまーるさんね。さあ、それでは武器選択の方に進んでください。え、緊張します。ちょっと980の人は緊張しちゃダメですよ、これ。はい、え、緊張します。一回これめっちゃ見てってください。これなんかようわからない。いや、これは一番面白い。いや、あげない。あ、これ肩につけてください。ちょっと一回こんな緊張もね。いや、ハンデですよ、それ。これね、こっち見てきよる。ほら、ね、こうちょっと見てきよる。耳元で叩きますよ、ね、どう、こんにちは、ね、誰か笑ってる人いる？ちょっと待って、どこで笑ったんやろ。こんにちはが面白い。こんにちは、おもろなんやろ。ただの挨拶やないか、ほんまに。はい、じゃあ武器選択の方へ進んでください、はい、うわ、こわ。使えるのありますかね。はい、出発して大丈夫です。はい、じゃあ僕も行くんで。さあ、はい、武器選択。スラッシュアックスがあったらね。体験はありますね。体験、太刀、総中棍、うん、ガンランス、ヘビーボウガン。おお、これは体験、太刀、総中棍、ガンランス、ヘビーボウガン。この中だったら僕じゃあ体験でいきます。あー、体験ね。あ、太刀行く。素晴らしい。総中棍、はい、はい。さあ、大丈夫ですか。じゃあ、何がやろ。そうですね、体験もう決めちゃって大丈夫です、こっちは。はい、平井さんも大丈夫ですかね。はい、平井さん、タッチじゃないわ、体験ですよね。全然緊張する必要ないから体験ですね。はい、誰も見てない、俺たちのこと。誰もすごい、みんな見てるからね。みんな見てる。やめろや、それ。ほらほらこっちにも。そうやろ、そっちにもプレッシャー行くがな。ゴージャス、はい、めっちゃ人見てんで。はぁ、やばい。やばい、やれ、慣れろ、早く。さあ、それでは準備が整ったようですので、はい、また、私がカプコン TV で人狩りと言いますので、皆さんで行こうぜと、はい、お願いします。じゃあ、はい、大丈夫ですか。はい、それでは行きましょう。カプコン TV で人狩り、行こうぜ。ガチ狩り、ガチ狩り。さあ、もう緊張してないでしょ。これ二等クエなんでね、みんな見てるからね。怖いわ。ちょっとまあ時間かかりそうかな。かかると思いますよ。なので、うん、いや、あまり期待せずゆっくり見ていただけるのがいいかなと思います。なんちゅうこと言うんだ。落ちんようにしよう。ね、落ちないように頑張りましょう。あ、おるわ、おる。いますよ、いますよ。おるおる。向こう向いとる。さあ、ザバワシが出てくるまでにどこまでダメージを与えられるかというところですね。あ、なんね、肉食っちゃった、肉食っちゃった。ひだいさん、誰今ひだいさんって言った。え、私。ほんま、ひだいって言わんかった。俺、ひらいやで。あ、ほんと。あ、取りたい体験。お、いいですね。あ、いない。あ、でもダメか。お、あ、おめでとうございます。ゆいまるさんが乗った。わー、やばい。離れて。お、いいですね。サクッとね、全然大丈夫なんで。こっちも乗ってますよ。ゆいまるさんはタッチですね。おお、乗り成功。落ち着いて。ゆいさん、タメさん、誰も見てませんから。あれ、タメ2じゃないですか、今。え、嘘。今タメ2ですよ。任せれ。もう一丁当てるわ。あ、いいじゃん。はい、じゃあちょっとゴージャさんの見ます。はい、ゴージャさんの画面お願いします。お、ゴージャさんのためさんが外れた。おい、何してんねん。いや、今一発目当たったところから気が欲しかったな。ちょっと、いや、いいタイミングで見せてくれますね。ちゃんと外すところ。やばい、やばい、やばい。さあ、こちらの、パートナーのアリサさんが総中棍と、うん、あれ、あれ、あれ、一回かわしたのにこれ。ちょっとなんか、いや、ちょっと待って。そうなんですよね。あの、一回目上行って往復は下、ちょっと下来るんですよね。あの、ブレスはまだ助かる。氷ブレス、まだ助かる、まだ助かる。おお、アリサさんが乗ってる。まあ、総中棍ですからね、乗りは、うん、ね、結構有効に、もしかすると。じゃあ、僕、これ倒したら僕頭いきますんで。頭にタメさんをがっつりと、ね。もうだ、ほら、誰も見てない。ほら、もう慣れたもん。お、乗り成功。お、当たりそう。けいけー、やばい、めちゃくちゃ。あ、そっち、その連携。
おいいですね。やばいやばい。おいいですよ。あどう。これなかなか良さそうですね。うん、順調そう。ただ、アシュがこの後出てきますか。そうですね。はい。その時どうパニックにならないかと。おお、うまい。今俺でしょ今。これ外れるパターン、外れるパターン、あれ外れた。空振りですよ。あ、また。あ、もう防御防御。お、ナイス防御。お、いいじゃないですか。でもちょっと順調。あ、膨れましたね。うん、大丈夫、誰も見てないですから大丈夫ですよ。ゴージャスさん自分に言い聞かせてますよね。完全に。さあちょっとじゃあ平井さんの方見てみましょう。あら、あいいですね。あがフラ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 する。ちょっとね耐震がついてるとあれですけど。あーうぜえ、飛びたい飛びたいよ。あーだしぼむタイミングで、ね、まあ、そろそろちょっとね、討伐したいところですよね。うん、もう多分もう来る、出てくると思うんで。もう来る？はい。うん、早ない？もういらっしゃいますよ。お、ナイス。はい。いい感じで。もう一丁。あ、いいですね。今いい感じですよ。素晴らしい。あ、頭が V 破壊されましたね。あ、大丈夫。攻めすぎた。お。お、平さん乗った。とりあえず。蹴る蹴る。お、ちゃんと。いいですね。ゴブ狩りに、ゴブ狩りにします。ほら、乗りましたよ。ほら、乗ってる。乗ってる。乗ってるけど。あ、いいですね。ゴジャさんの乗りは今映ってません。映ってませんか。はい。こういうところを映してほしいんだ。え、なんで？映してほしい。一番輝いてるところを映してほしい。はい。切れ味悪なってんで。あ、あ当たったか。おっと、乗りに失敗しました。失敗かい。ちょっと待って、結構いい感じじゃないですかね。平井さんの方もう足が、足来ましたよね。あ、足が来ましたよね。足来た、足来た、来てますね。これはやばい状況になりますよ。人が早めにどうにかしたい。足無視、やばい、足無視、足無視、足無視できればいいけど無視できないんですよ。うわ、めっちゃ怖い。 あれ兄弟みたいやん。兄弟みたいや。弟いじめられてんのに兄貴来たみたいになってる。うわー、これは怖い。あっと、これは、あーこれダブルでダブルとビリッ、ビリッときたね、今ね。並んできたね。あ、これ危ない。やはー、その水大丈夫、ね、きついですよね。飲んどこ。あ、こっち見てる。あーっと、食われてる。高速、今のうちに俺がモンスターに遊ばれてる。うわ、めっちゃ食われてる。くちゃくちゃ食われてますよ、今。今のうちに、ちょっと待って、やばい。え、そっちも食われてるやん。何してんの。めっちゃ食べられてる。ゆいまるさんも食べられてる。ゆいまるちゃん、何食べられてる。食べられちゃった。食べられてるとこみんな見てるよ、ほら。普通のザボを先に討伐したいですね。はい、よし、そろそろ本気出しましょうか。お、危ない危ない危ない。じゃあちょっとゴージャスさんの方見ます。はい。お、いいじゃないですか。あーっと、引かれた。いや、一番いつもかっこ悪いとこばっかり見てる。ゴージャス、さすがですね。タイミングが素晴らしいですよ。素晴らしいです。あれ、今のも空振りですね。違う、さっき当てましたから。本当ですか。あ、ここなんか、これ氷すげー。あ、大丈夫だ。ゴージャスさん、あー、しびれた。緊張してんのかな。緊張してんの。うわ、危ない。ちょっと待って。現象割り、あれ、おー、いいですね。現象割り、討伐完了じゃないですか。あとは、足のみ。よし、行きましょう、このまま。早ない。平井さんのはまだですもんね。まだまだ。お、これもう、怖い。おお、ない。これね、結構遠い距離まで来るんですよ。やばいな。あれ、そういえば両チームあれですね。あの真ん中の、あ、使ってない。あれ使ってなかったですね。うん、使
使わないんですか。使わないでいったってことですかね。分散させる。分散も…いやいやもうあ、そうかそうか、まだ平井チームは2体いるんですね。ひゃあれ、痛い。さあ、ちょっとじゃあ平井チーム見ます。見て見て、平井さんの画面お願いします。見て見 て, 見 て, 見て、うまく分けれればいいです。分ける分ける、分けましょうか。うん、ちょっと分けてみましょう。よいしょ。ちょっとただのこれ動物園みたいになってる。ごめん。ちょっとちょっとごめん俺。いやいやいや、届きませんそれ。え、二人ともこっち。違う、あ、じゃああっち。ゆみまるさん一人で戦ってる。あー、これがモンスターハンターか。へえ。あ、こうやってハントしてるんだな。うわー、すごいすごい楽しそう。やばい、すごい楽しそう。こっちこっちもこっちもいいとこ見せたい。ねえ、俺もなんか柵の中に入って狩りをしたいな。今のうちに戻り玉戻れるじゃないですか。なんて的確な。あ、乗ってるのか乗ってるのか。ちょっとちょっと溜めてた、ごめんなさい。あー、よかった、方向で。かわいそう、どうしようかな。平井さん、どっちから入るか分かってます。こっちでしょ。そっちですか。あ、え、落ち着いて。合ってた、ほら合ってる合ってる、ほら合ってた。あ、終わってますよ、任せろ。おい、今の地域的に下をくぐりましたね。頭に溜めて。あ、ビリッときた、ビリッときた。わ、全然。さあ、あー、あー、やばい、やばい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 。あっと、これ平井さんが、やばいやばいやばい。あー、一体何しに来たんだ俺は。ごめん、もうこっち終わるんじゃないですかこれ。さあ、じゃあゴージャスさんの方見ましょう。こっちも頑張ろうね。うん、頑張りましょう。まだ大丈夫、全然やばい、大丈夫。どっちどっち、どっち。まだ助かる。あれ、よし、このまま。あれ、いらない。あれあれあれ、大丈夫。違う、さっき良かったんですよね、あずささんね。あっと、これはもう助からない。いや、もうもうもう助からない。飛躍飲んじゃうんだから。もう許さないんだから。あれ違うんですよ、ゴージャスさん。違うんですよ、ゴージャスさん。スラッシュアクス使ってるんですいつも。ちょっと待って、なんだ、危ない危ない危ない。そう、全部食らってますよ今。ちょっと待って、ちょっと待って、あちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、これもしかして、あー、おー、あ、乗って乗った。おーって乗った、アリサさんが乗った。またや、すごいですよ今、連携プレー、連携プレイ。ちょっと待って、ゴージャス何やってんの。なんか楽しそうやねんけど自分。いや、モンハン楽しいですねやっぱね。さあ、これタメさん、これ頭にやって終わりですね。フィニッシュだったらかっこいいですね。はい、あ、いった、乗り成功。やばい、ドン。これ当たるか、当たった。あー、真ん中。結構ね、ザバーシャ攻撃力が結構強いので。確かに強い。うん、あー、また麻痺だよ。あれ、ゴージャスさん、そろそろじゃなかったでしたっけ。うん、そうですね、あと2手、2回。あと2手やったらもう倒しますから。あと2手、あと2手。お、疲れてますね。あら、あら、もう少しですかね、うん、これなんか平井さんに変えた瞬間に終わりそうな気がしてきたな。ちょっと待ってください、変えちゃおうかな。いや、こっちこっち今やるから。まだ変えないで。ほらー、オッケー、よかったよかった。やばい、じゃあ平井チームの方へ。イエーイ。さあ、こちらはどうだ。いや、あ、疲れてますよ。よかったですね。おためさん、チャンス。お、サク、サク使おう。サク、またなぜ。もういらない。もう大丈夫です。サクはもういいです。あれ、見えない。さあ、そろそろ、いけますかね。みんな見てるよ。やめろ、それ。みんな、今もう、みんな見てますよ。大注目ですよ。大丈夫、大丈夫。みんな、旗目で見てるから、旗目で。見えない、見えない。あかん。
構ね動きも素早いし、うん、移動もかなりするので動き回るのでねなかなか難しい。ちょっと怖い。あら大丈夫大丈夫。ショコラ全然大丈夫全然大丈夫大丈夫大丈夫。俺もうねあーあー大丈夫じゃない。早く戻ってきて早くお願い。痛い溶けた溶けた溶けた。あーやばい。これもしかして皆さん面白い面白い、あれまだですね。うんまだあの闘技場なので、はい闘技場なんで八王子まで行けるのかな。9回目で終了ボタン大丈夫ですよ。飛躍がね飛躍ない。ない。なんと。まあもう。危ない。ああ。怖い。何の線で？もうでもすぐでしょこれ。あそういう溜めちゃいます？避けちゃいます。それ来ますね。当たった。ぐるぐる来ますよね。えい。あ。シュラ。シュラ。いいですね。チュ。あもう一ちゃ。ちょっと回復したいですね、うん、回復なんかするか。え、しないの。そりゃあ、あらそういうとこ、平井さん。はい、はい、すいません回復します。あ、でも今、ジャンプ攻撃いけそうですよ。こっち向けーでちょい、あ、でも当たってます、大丈夫です。あ、あいつどこ行ってる。あれ、どこ行くね。こっちやで。あれ休憩してる。ちょっと休憩してますね、こいつ。ちょっと疲れてますな。かわいい。あ、いいっす。あっと、おー、ナイス。ナイス防御。もう怖いわ、これ、ドンブラコ。なかなか。疲れてますね。なかなか終わらないですね。終わらない。これはね、危ないです。危ないっす。おー今、奇跡的ですよね、防御。素晴らしい防御を見せましたね、うん、防御というものがあるんですよ。さあ、間もなくかな。間もなく討伐してほしいな。うん、やっと、おお、まあ、いますね。そう、あの、間もなく討伐してほしいというのはスケジュールの関係ですかね。そうですね。なるほどなるほど、なるほどああそっち行くか。そっち行くわな。はい、行きますね。分かる分かる。そっち行くの分かる、うん、ジャンプ行きますか。当たってる。ちょっと当たった、うん、大丈夫です。あ、いいじゃないですか。これはくおー、ナイス。あー、もうゴロゴロする、ゴロゴロする。さあ、ゆいまるさんも今水プレス食らってましたね。来るな、お前、ほら。お前、来るな。お前、写真撮る暇あんやったら、応援しなさい。ほら、頑張れ。そこだ。心込めろ。お化粧直し始まっちゃった。あれ、お化粧なの。お前、何して。なん、あゴージャスさん、あれはお化粧だったんですね。違うです、これ。テカリを抑えてるだけ。テカリを抑えてるだけ。いや、こらあかんわ。でも、もう間もなくでしょ。ゆいまるさんも頑張っていただいてるんで、うん、ああ頑張れ、頑張れ。ゆいまるさんが大丈夫ほら、ゆいまるさんが俺たちもやってるふりするから、ね、俺たちもやってるふりするから、ほらそう、腹立つわえ、平井さん、さっきの僕の気持ち分かりました。めっちゃ分からん。っていうか、ゆいまるさんが横で、もうダメだ。平井さん、ちょっとかっこいいとこを見せてくださいよ。そうです。あ、そう？オッケー。神プレイ行きましょう。いい。頭に。これどう？あ、かっこいいのって、体験でかっこいいのって何？なんだろう？ためさんじゃないですか、これ。ためさんがかっこいい。ためさんからのためさんですね。わかった。ためさんからの、おっ！ためさんからの、ためさん。食べ全く食べてないですけどね、今。さん人の名前みたいな。ほら、食べてる、食べてるぞ。おー、あー、なんやろ、この。ダメだー。
今一歩の感じ。今回あれですね、あのちょうどダメな感じが、ああこれ当たる、当たる。あの帰ってきた時にね、ちょっとね角度が変わるんでね。ああこれ来た、危ない、ない、動きが機敏。そうなんですよね、うわーっとこれもね、こいつめっちゃ転がってくる、ほんと怖い。もうなんなん、いやでも厄介ですよね、うん、まあでも最初 G 級の最初の壁ですよね、これ。うん、ですね。うわ、めっちゃ食らうみたいな。お上位装備で頑張っていったら結構やられるっていう、うん、おっ、あーこれまた痛い痛い、ギリギリ、うん、あっ、お、ナイス、いい感じ。平井さん、切れ味がいい色になってますよ。ほんまや、今弾かれてますよ、ジャンプ攻撃ジャンプ攻撃弾かれました、今ガチンってなってました。おー、素晴らしい、あ今のうち、あー、いいですね。あー、ちょ、もうちょっと離れてときましょうか。方向がね、ちょっと待って、これ危ないですね。もう無理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 チャンスなのに、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、チャンスなのに、飛び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 、もう打ち消しも、打ち消しも、打ち消しも行って、もうダッシュしていきましょう。間に合うかな、間に合う間に合う間に合う、おい、おはい、あー、なるほど。あの時あれですね、強いな、回転よりは防御の方がいいかもしれないですね。なるほどね、はい、あの、まもなくタイムアップだそうなので、タイムアップだそうです、タイムアップあるの、はい、ちょっと待ってくださいね、カウントダウン入りますね。おー、いけるんじゃないですか。あー、倒しましょう、倒しましょう、倒しましょう。さあ、もう1分もないも模様ですよ。嘘、はい、さあタイムアップいきますよ、10秒前、え、わ、来た、9、嘘、8、7、6、5、4、3、2、1、終了、終了、あたー、合わせてくれたんじゃないですか、もしかして。いや、いいですねすいません、ありがとうございます。では両チーム前の方へお願いします。そうね、しゃあないねいやまた、また配信を使って変な借りを見せてしまった俺東京の時もタイムアップありましたよね。あれ、東京の時もそうでしたっけ。そうです、平井さん、はい、タイムアップになってます。あー、そうだったんだハンマーですか。いやー、白熱しました。でもね、いやー、うん、ちょっと感想を聞きましょうか、うん、そうですね、はい、ゴージャスの方からお聞きしましょうか。はい、うん、アイさん、どうでした。とりあえず、とりあえずあのクリアできたのが一番良かった。なんかでも、アイサさん昔、僕いつもツイッターで募集してるんですけども、借りたい人つって、その時に入ってきてくれた人だっていうことで。あ、そうなんですね。そうなんですね、ね、初めましてではなかったみたいな感じだったね。あ、じゃあもうコンビネーションはもう抜群 抜群でしたと。僕の癖を全て知った上でやっぱりあのプレーをやってくれたんだなと思って感動的、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いしますね。はい、さあこちらも聞いてみましょう、うん、いかがでしたか。しました、喉カラカラですあら、なるほど、喉カラカラそんな時にはそんな時には10秒チャージインゼリーありがとうございます。ありがとうございます。はい、緊張したね。結果発表いきましょうか。あ、やります。はい、はい、やります。ゴージャスチーム11分54秒。おお、うん、いい時間、Aランクですかね、うん、はい、はい、平井チームはタイムアップ、タイムなしということで、すいません本当に、はい、勝利はゴージャスチームということで、はい、はい、うん、勝利チームにはポスターとインゼリーの方、はい、ゴージャスさんから おめでとうございます。はい、インゼリーとこちらサイン入りのポスターになってますね。はい、寝てる時の天井に貼ってください。はい、負けたチームのゆうまるさんにもインゼリー差し上げます。インゼリーね、はい、もういっぱいあげても、平井さんも。これもいっぱいあげても。業者みたいな。これももう、持ってき、持ってき、もう申し訳ない。申し訳が立たん、ほんまに。価値上がってんじゃないですか。申し訳、持ってって、持ってって。うん、うん。で、またみんなに配っても、申し訳が立たん、これは、ほんま。はい、では参加さ、はい、していただいたお二人、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうね。はい、ありがとうございます。インゼリー持ってって。うん。なん、10秒チャージしてや。うん。いやー、ということで、なんでしょうこのおちゃらけ感。
まあ1回目は、はい、平井さん勝ち。1回目勝ちましたね。2回目はポイントが10倍になってるね。10ポイント、今回私の勝ちという感じになりますけども。そんなことないわ、引き分け引き分け。うわすごいいい勝負だったと思います。そうですね、うん、次のね会場にも来なさいよあなた。いいんですか。次の会場来なさいよ。2人の戦いは続く。とりあえず今回は引き分けで。とりあえず今回引き分けですよ、はい、引き分けで、はい、はい、あでも東京勝ってますから私ワンポイント。あいいよ、はい、次よ絶対勝つからね。絶対負けねえお前には。ただ同じぐらいのレベルですね僕たち。ほんまやな。ほんまやわ、ね、自分のねちゃんと使ってる武器があればね、はい、そうですね、ちょっと見せればもう少し作れるかもしれない。逆にその武器を使って負けた時の敗北感ってない、ね、ないですよ本当に。すごい楽しかったですやっぱり。いや楽しかったです ね、うん、はい、まだ闘技大会ねいろいろまだ種類が何種類か、はい、もうちょっとあるんで、ね、はい、だから皆さんいいですか、下には下がいるんですからね。自信を持ってくださいね。どんな予備校やねん。下には下が、下には下がいますからね。おかしいでしょ。上見ちゃうとキリがない。そうよ本当に、はい、宇宙海賊なんでしょ、はい、あなた。そうです、宇宙家族にしますよもう。宇宙家族で何を言えばいいのかな。俺は何でしたっけね、はい、ああ落ち着いてください、なるほど、うん、あもう終わりですね。終わりだ。このコーナー終わり。このコーナーね、はい、はい、ということでございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。